皆さんこんにちは。今日も大阪文化館に寄せていただきました。見てます。ここが響さんです。響さん、心の響き、私の叫び、こちらの方で今日ね、また商品を紹介させていただきますので、どうかよろしくお願いします。日本伝統文化体験とこだわりのお土産ということでですね、協業販路開拓支援補助金として認定されている商品の紹介なんですね。でこちらの商品なんですけども、なんとすっごいいい匂いするんですよ。で今響さんの中ではもうすっごい売れてる商品なんで、ぜひぜひ皆さんね、ここにテスターもありますんで、よろしくお願いします。そしてこちらなんですけども、真珠のアクセサリー、これも日本伝統文化体験とこだわりのお店響で大人気でございます。第8回共同協業販路開拓支援補助金のためにこちらの商品、大爆発の予感がします。ぜひ皆さん、こちらの方ゆっくり眺めて、ゆっくりと手でお取りになって触ってみてください。そして次は貴風さん、これね、パン切りの機械なんですよ。パン切る機械、ブレッドシェルターですわ。ちょっとこれ手元でね、どうするか見ましょうか。行ったり来たり、なんとここにパンを置いてシャキシャキシャキって切ってる。それで作ったメニューとかがここにありましてね、もうはっきり言うて人間ではできない神業をここで味わっていただきます。ブレッドスレッダー、貴風さんから響さんへの展示となります。ぜひぜひゆっくりご覧ください。それとタグラ漆芸株式会社さん、これタグラ漆芸さんって、この漆っていうのはなんと漆器のことなんですよね。漆器、あんまり皆さん縁ないんですけど、一つ一つこだわりで手作りなんです。こういうのなかなか見れないんでね、ぜひ漆器ってないやろ、いやいやいや、すっごいなこだわりがあって、ってぜひ見てください。こんなんで弁当食べたらえらいことですわ。胃袋もびっくり、ぜひぜひお試しください。ありがとうございます。